スロボダウクライナあるいはスロボジャーンシチナは、スーラ川とドネツ川の上流からドン川の中流まで広がるウクライナの歴史的地名である。現在ウクライナのハルキウ州、スームイ州の南部、ドネツク州とルハンシク州の北部、並びに、ロシアのベルゴロド州の中部、クルスク州の南部、ボロネジ州の南東部にあたる地域である。スロボダウクライナの地名は17世紀以降の資料で見られる。 スロボだとは非課税の自由の集落を意味している。1648年、ポーランドの支配下にあったウクライナでフメリニツキーの乱が勃発すると多くのウクライナ人は戦災から隣国のロシアへ逃げ、ロシアのツァーリの許しを得てロシア南部に住み着いた。ロシアの政府はウクライナ人の難民からコサックの諸連隊の編成して彼らの内政自治権を与え、 納税と引き換えに軍役を負わせて、タタールの侵略から、ロシアの南部を守備するように義務づけた。スロボダ・ウクライナは、ウクライナコサックの習慣に従って、連帯という軍事、行政単位に区分されていた。1650年から1765年までの間に当地域では、スームイ連帯、オフティールカ連帯、ハルキウ連帯、イジューム連帯とオストロージシク連帯が存在し、 その諸連隊に500以上のスルボダタルヒカゼー集落が属していた。スロボダウクライナに居住していたウクライナコサックはスロボダコサックと呼ばれた。1765年にロシア女帝エカチェリーナ2世の命令によりスロボダウクライナの諸連隊の実治制は廃止された。軍事単位としてのコサック連隊は表記兵連隊に再編成されコサックの長老たちは ロシア貴族の地位が可視された。同年にスロボダ・ウクライナ県が設置され、当県の県庁所在地はハルキウに置かれた。1835年にスロボダ・ウクライナ県はハルキウ県に改名され、当県の東の地域はクルスク県とボロネジ県に編入された。1917年にスロボダ・ウクライナはウクライナ人民共和国の一部と、 なったが、1918年から1920年にかけて続いた、ウクライナの内戦期の末に、ボリシェビキ系のウクライナ社会主義ソビエト共和国の領土となった。現在、かつてのスロボダウクライナという地域は、ウクライナとロシアの間で分割されている。ありがとうございます。